でふサプライズすいませんすいませんショルすいません急にちょっと待ってこんばんはサプライズごめんなさいってごめんなさいすぐ察してくれましたマネージャーさんが、うん、ほんまにごめんなさいあのちょっとショールームで今からやりますよっていうね告知をねっていう名の勝手にあの暇だった時始めてみたこんばんはこんばんはこの後は STU の、うん、STU の STU のショールームルーム、うん、配信ルーム配信 STU の配信ルームで、うん、2人で全国ツアー前のなんかスペシャル配信スペシャル配信があります、はい、こんばんはこんばんは STU 公式フォローしてください STU 公式も STU のショールームってあるんですそうなんですよ公式があるのでほらやってよかった素敵なサプライズでしたかそう素敵なごめんなさいでもそう、もしかしたらこっちで配信するって思ってた方もあいるかもしれないのでなんやろここは秋山さんが打ったようだってマジお今試合始まって40分ぐらい経った知らなかったマジでちょっとよっあでもすっかり忘れてましたとか結構知らないよっていうよかった事前に特別配信ルームでねありますのでいや許可取ろうとしたんやけどその前におらんくなったよマネージャーさんが始めちゃおうって、そうもうでもう事後報告でもしかしたらマネージャーさんがなんか通知いっとるえ私たちのことフォローしてますでも通知来なかったですか来てないっていやこれはいけんよね通知取ってないあでもそれぞれのショールームでやるんだと思ってたってあなるほどね、はい、なのでよかった何のお知らせか何のお知らせするのあのこれからこのあとあるなんだタイトル何なのあこれはでも あ何なのあ全国ツアー直前勝負タイトル長くないですか未公開これも言っていい未公開順位発表スペシャル先に教えないですよ順位をおおついた先に順位を教えたら大変やろもうここでさここであ ST48 特別配信ルームフォローしましたって書いてる書いてるフォローねぜひぜひお願いしますイエーイ順位なんのリクアワの発表されてない順位を今日知るっていう20位以降の曲を知ろうっていう配信これからはいやばいえこれ全部ってことだねってことは最後の方ももしかしたらなんか知りたくないねえ確かにえけどいや知りたいけど知りたくないねうんみんなは何覚えてますかリカワの時のこととかリカワは結構前ですよねもうここももみんなもこもこってみんなもこもどうするこれ私たちの言うえこのさラジオのさ一回、うん、ラジオ一緒に撮ったやんか一回の収録を使ってもこの討論したけどさ、うんずっとそっからここももなのかもこもこなのかえ、どっちがいいんかなどっちもいいですよなんかこもこもこもいやこもこもはなんかなんでそうしたってなるやんわざわざもこもこでもこもこはなんかいい響きって、うん、なるこもこもは別にさいい響きでもなければさこも
いやもうなんかそれと迷わんよ別に。コモコモでいいもん。そしたら確かにおもろすぎるやろ。モコモコはなんかモコモコの服着てたら可愛くないですか。モコモコでアボカドじゃねえしやろ。アボカド、あ、確かにモコモコしてますよねあれ、うん、モコモコでモコモコしたいしはねでもココモモの響きも可愛いんですよ。わかる。え、だってあれよ、うん、マイキューが飼ってる犬の名前、あ、そうかモモとココモモとココらしいよ。なんか、うん、ワンちゃんによくモモっているよってよく言われます。ココアもおるよ。そうですね、なんかあの茶色の犬、うーん、茶色のなるほど、茶色のトイプードルの名前がココアの2匹くらいでやったことある、うん、じゃあ私たちの名前は犬系ね、ワンちゃん系の名前に多い。そうなんですよワンちゃんペア、ワンちゃんペア、ワンちゃんペアね。ワンちゃん、ココモモにしたら可愛いよ。いや英語、英語マイキューの犬の二人、そうなんよ、二人っていうの、二人二人、あ、私たちのこと、モコモコ、モコモコがいいんかな。へでも結局さ、タイトルどっちもココモモじゃよ。そうなんですよ、ココモモじゃ、ココモモって、ココモモになるんよ、これ結局このままじゃみんなもうココモモって思ってくる。じゃあモコモコは、うん、なんかひっそり、ひっそり裏の、うん、裏でひっそり、裏でひっそりの、うん、なんか言われたらそういうとこいつかあのほらこうやって服着た時に言いましょう、2人でモコモコですっていげちゃん結局さなんとも決まらんままさてけど絶対これからここももでいきますって、ここももで、うん、ここももここももでいきます。覚えやすいですね多分きっと。ここもも、うん、そのまま名前を合体させて、うん、そう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 、うん、そうよ多分そうほんまにさハッシュタグココモモ、ハッシュタグココモモ犬派猫派猫です。犬っぽいのてかウサギとかそういう系っぽい。ペット飼ってるの？ペットはヤドカリ飼ってます。でもそう最近出てきてくれなくてずっと潜ってるんですけどあでも猫も飼いたいんですよ、うん、でもあの家の関係でペット禁止で飼えなくて。妥協のヤドカリ？え、妥協でちゃんと愛はあります。愛はあるんかそこに愛はあるんかそこに愛はあります。いやヤドカリっていうさ、え、あのさ私見たこと、うん、あるよ。なんかそのペットショップに行って、まあ、犬とか猫とか、うん、まあ時々ウサギとか、まあ、あるやん、うん、そこに金魚とかさ一緒にヤドカリ置いとって、ヤドカリ買う人っておるんかなみたいなですか。正直思ってたいますた、ね、いました。で私も、うん、でも意外にメンバーに言ったら、うん、私も昔飼ってたってメンバーがいて、いやめっちゃいてみたいな言い方するけど一人え二人、二人です。あ、二人もいんの？二人いました。今は飼ってないんですけど前飼ってたよって言ってくれました。誰？さやかりんとか？違います。めっちゃ飼ってそうやけどさやかりんちょっとイメージが面白くないけどさやかりんめっちゃイメージだけど飼ってそう。え、誰？リコちゃんと工藤リコちゃんと、あ、ユナユナも飼ってるって、飼ってたって言ってました。待って、そこの2人か、そこの2人が、うん、飼ってそうですコカはセミ、いやセミ飼ってないセミをわざわざ飼ってない。セミ家で飼わんやろ。え、犬派ですか？いや、猫派。まず犬っぽいですちょっといや待って、何を見て、え、どういうことですかそれは。え、何なんだろう。ココアさんが犬派か猫派でたら、あのいっぱい元気な感じのイメージが、あ、ワンちゃんっぽいなって。いや、そうなの、まあ、犬は、うん、好き、どっちも好きなんじゃけどばあちゃん家では犬飼っとって、うん、あ、うん、こっちのばあちゃん家では犬飼っとって、こっちのばあちゃん家では猫飼っとって、あ、両方じゃあ、そう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 、あれなんですよ。両方犬っぽい二人。ココは下のタヌキって言われてるどういうことタヌキ。ココアは犬と猫派の二択でもない。タヌキっぽい。
絶対適当ですよ、これ本当に。タヌキの性格とかわかんないです。いや、タヌキ、性格で決めてんの？わかんない、そう、犬か猫かって言ったら犬好きそう。犬だと倒れるの好きそう。あー、だって猫ってそ、あれよ、もうツンデレですよね。でも私、お姉ちゃんが猫飼ってて、うんうんうん、それが、その猫が好きすぎて。待って、この前あったよね、お姉ちゃん。あ、そうですね、なんかね、ST に入った頃は、え、全然似てないって思っとったんよ、うんうんうん、二人なんか似てない、もう久しぶりに見たら、うん、めっちゃ似てた。そうでもなんか本当に昔は言われなくて、うん、本当に似てないって言われてたんですけど、だんだんなんか近づいてるよ。私がそお年齢が高くなるにつれて、マジでそう、雰囲気が似てきたねみたいな。お姉ちゃん似てきた、ほんまにマジで似てきた。え、似てくるとかあるんじゃって感じ。ユミリンちのあんこちゃんが泣いてるよ。違う違う、犬もま好き。そう、犬も私も好きで、犬もばあちゃん家飼っとったもん。そうそう、嫌いなんじゃなくて、なんか、うん、選ぶとすれば、まあ、どっちか、こっちか。え、でもどういうとこが好きなんですか、猫の。え、うん、ちょっとあのうるさくないところ。わんわんわんってか、ね、なんかでも私は猫ちゃんがニャーニャー言うの好きなんですよ。え、そう、猫は心地いいよ、鳴き声が。でも犬はなんかもうね、私犬に追いかけられ回されたことあって、ちっちゃい頃に、マジで結構ちっちゃい頃に、それがあのトラウマなんよ。でも私も、うん、あの近所で遊んでたんですよ、うん、そしたら近所の家飼ってるとこの犬が、うん、ドアからドーンって走ってきて、ドーンって追いかけてきて、うん、もう全力で逃げたんですよ。そうなんや、 やっぱそういう経験あるんよ。あるけん猫派ないよね、うちは。そうなんよ、そういう経験あるんよ、ほんまに。え、マジでそのちっちゃい頃ってさ、何でも大きく見えるじゃんか、うんうん、自分からしたらもうね、何、クマみたいな犬に追いかけられ回せたこともあるよ。クマ、え、自分そのクマ、クマその犬が、まあ、でかい犬のことをクマって言うことするやん、うんうん、そのクマは自分の赤ちゃんをここ、うん、口にくわえて、それぐらいでかい、あ、それぐらいでかいってことで、産みたての赤ちゃんをくわえてるの。で、それに追いかけ回されたり。それは怖い。赤ちゃんってこれぐらいじゃんか、うん、犬の赤ちゃんって。こんな感じの。これをくわえてるクマ。もうほぼクマじゃないけど。ほぼ、うん、ほぼクマ。クマサイズぐらいの。ほぼ、子供の私からしたらほぼクマ。え、それは誰かが飼ってる犬。そう、誰かが飼ってる家。友達の家の、友達の家の犬。友達の家の犬。もう遊びに行かんくなりました、それから。でも若い、私も怖くて行けない時はワンちゃん遊びに。はい、うん、クマですよ、ほぼクマみたいに。でも野生のクマのね、え、なんかさ、うん、サイレントのドラマ見たことある？ちょこっと見たこと。え、なんかね、パンダが落ちる動画、パンダ、うん、落ちる、うん、で元気出してみたいな、パンダ落ちるで検索して、うん、この動画見てて元気出してみたいなシーンがあるんや。うんうんうん、なるほど。その時はさ、うん、パンダが落ちる動画見て元気出る、うん、とかずっと思ってたんよ。 え、見たことある？ないです。めっちゃ癒されるよ。あ、そう、なんかドーンみたいな、落ちるじゃなくてコロンみたいな。え、もうね、なんかポンコツなんよ。いや、なんか落ち方がなんかもうめっちゃ可愛いよ。でもなんか猫とかもちょっとそういう時ありません？なんか、え、そうなの？なんかちょっとドジというか、猫ってドジなの？いや、かん、ドジ？わかんない、お姉ちゃんが飼ってる猫がちょっとドジっぽいだけかもしれません。ばあちゃんちの猫はもうね、え、もうめっちゃ大人だったよ、性格が。なんかかっこいい系な感じの猫ちゃんですかね。かっこいい、あのもうね、あの人に興味ない感じの。気を引くために必死だった、うん、あー、なるほど。それがすごい嫌だったみたい、猫的には。ほんと、かまわないでみたいな猫ちゃん。そうそうそう、猫ってそうなんよ。なんか本当に分かれますよね。ほんまにそう、懐く猫ってことでしょ。うんうん、分かる分かる。どんな猫なん？お姉ちゃんちの猫、あの、会ったことないんですけど、え、なんか電話とかで繋いでもらったり話聞いてなんですけど、うん、なんか気まぐれ、すっごい気まぐれで、かまったら来ないんですけど、かまわなかったらめっちゃ来て、住んでるですね。そうです。で、よく噛まれてます、お姉ちゃんは。え、もう怒ったら噛むんですか？お姉ちゃん噛まいそうじゃない、めっちゃ。なんかイメージやけど、あーって感じだと思う。あー、イメージ、もうね、もうももに、あー、もう私と話してる感じに、猫にもやってそう、多分やってると思う。お、あ、もう53分。どうしますか、何時まで寝ますか？
これ19時からですかね。19時からです。55 57。ギリギリまで言ってくれた。もう3分前までマネージャーさんが3分前まで半身 OK 出ました。55って言われるかと思って待ってたら57。もうギリギリまでやりますよ。いや、そろそろ準備したらね、もうそのまま移行できちゃうから。そうな、準備はもうねしてるんですよ、うん、マネージャーさんがね、もうすぐ始めれますよね。何ですか、マイクオン。3分です、30秒作れる。ギリギリまで攻めれます。攻めましょう。これはもうこんばんは、こんばんは。もう満足したんで、いや、早い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 、満足しない。これがそうですよ、本番はね、ギリギリまで攻めますよ。お疲れ様でした。早い早い。会いたかった会いたかった、会いたかった会いたかった、イエス。君にちっちゃん、会いたかった。踊ったことある？あ、でもずっと四国で踊ってました、あのガイドの時に。 あとオーディションで、うん、あのファンの方が見に来てくださって、うんうん、あのオーディション受けてる人たちでみんなで踊るみたいなあったんですよ、2期のオーディションで。私おったよね。あ、そっか。え、あれ見てました、あの私たちがいた。見てた、はい。え、多分見てたよ。めっちゃ懐かしいね。あれはもう動画で覚えてきて。え、やばっ。そのフリーグとかはなくて。え、あれ3ヶ月練習したよ、うちら。1期生3ヶ月3ヶ月会いたかったのを練習したよ。マジでマジで。え、そのあのオーディションの時の踊ったやつはみんな動画で自分で覚えてきたやつでした。やばっ。まだあの 入ってない、受かってない時なので。マジで。でも動画で覚えてたので多分揃ってはないと思う。多分私も分からないままなんこうかなみたいな感じで当時は覚えてたので。すごっ。いや、もうここはもう負け、もう大敗ですよ。ま、すげえ。振り入れなしで、すごいすごい。自分でやって。ママが好き、ママが好き、こっちにも。ママが好き。3期生はもっと早かったんかな。でももうツアーしてますもんね、3期生も。すごい頑張ってて。ほんまにすごい、うん、ほんまに早い。だってさ、うん、6周年でさ、うんうん、夢力とか踊ったよね。あ、そうですね。あと出航とかも一緒に踊ったり。ハート、ハート、ママが好き。ハートしてくださいが来ました。あ、そろそろ。こっちも目線ください。あ、こっちも。あ、ほんまやほんまやほんまや。そろそろお時間です。そろそろ、そろそろ読むか。じゃあランキングをオモから読む。読みます。あ、これ勝てだとどうやって。これライブランキング。あ、これこれでしたっけ。これこれこれ。あ、これか。10歳のマッピアののっぴーさん、ありがとう。ありがとう。12のゼータンさん、ありがとう。ありがとう。あ、書いてくれた。ここもも配信も見てください、ありがとう。11のコウジさん、ありがとう。 Thank you. Thank you. 10位のハクトバデッサン、ありがとう。ハクトバ、ありがとうございます。ハクトバデッサン、ありがとう。9位のドラガンさん、ありがとう。ここも配信嬉しい。お、2人の優しい雰囲気癒されて、ありがとう。8位のこの世に沖さんより美しい人は存在しないと思ってる沖も楽しさん、ありがとう。長い。ありがとう。7位のまぼるさん、ありがとう。6位のきびだんごひこにいさん、ありがとう。5位のふくちゃん、ありがとう。ありがとう。こもものまに沈んでます。4位のひんやんさん、ありがとう。ありがとう。3位のたーさん、ありがとう。ここも申し、うん、ここも申しらしい。やったね。ここもまで決定です。2位のぽんちゃん、ありがとう。ぽんぽん。1位のタロイモさん、ありがとう。変わっちゃった。あ、変わっちゃった。でもみんなのことは読めた。いや、やばい、58分になってる。58分怒られる。13位、はい、エリアス、ありがとう。12位、ハシモモ、ありがとう。11位、メガネちゃん、ありがとう。
マゴロック、9位サージカル、8位ノッシー、7位バタフライモンキー、6位コニョ、5位ライトニング、4位スバル、3位エイミー、2位トモ、1位は星投げ仮面。ありがとうございます。はい、即終わります。はい、また後で。この後2分後に会えます。バイバイ。あ、今1分後ぐらい。